明日で冬休み最後だな。早かったね。うん、私はまだ宿題残ってるから明日は一日中宿題して過ごす感じかな。ジョニーは宿題終わったの？俺はもう終わったよ。いいな。じゃあ今日はここら辺で解散しよっか。そうだね。宿題頑張ってね。うん。今日は冬休み最終日だし、みんな宿題やってるだろうな。誰か遊べる人いないかな。あ、誰か来た。やっほー。たまたま近くを通りかかったから来たんだけど、今遊べる？うん、遊べるよ。よかった、レンジャーも宿題終わってて。レンジャーが遊びに来てくれなかったら今日一日退屈してたよ。ジョニーって怖い話とか好き？え、いきなり何？もし怖い話が好きだったら話したい話があるんだけど。いいよ、聞かせて。レンジャーは話し始めた。どうやらつい2日前に駅のホームで転落事故を目撃したらしい。小学生くらいの女の子が線路の方へ近づいていき、そのまま転落したとか。ただその時近くに男の人が立っていて、とっさにその女の子の腕を掴んだんだけど、自分も落ちると判断したのか、男の人はその手を離し、その女の子を見殺しにしてしまった。そのような話をしてきた。幽霊とかそういう系の話だと思ってたけど、そういう怖い話か。まあ俺も話したくなかったんだけどね。レンジャーが転落事故の話をした後、俺も話したくなかったんだけどねと言ったが、それは俺も話したくなかったんだけどねということ。つまりレンジャーが手を離した男の人なのだ。